マイク・ラジュースです。Mike Rogers Show の Mike Rogers です今日は、えー、今日の話はビデオに関してです。ああ、印象残ってるバンドはねあの、もちろんバンドの名前言わないけど、私は全部の作ったビデオのそのビデオは私たちの,あの赤ちゃんだから。 かわがってと思うけど面倒くさいやつらは言ったよ <laughs> だいたよ大体ね基本的にえっ、ー、と面倒くさいとかいう人は編集の後に出来上がってで我々がすごいハッピーでこれは最高のいいビデオとそして送ってその後はとは大体女性バンドは大体女性バンドはえっ、ー、となんか 言いたいたことある、この写真でデブみたい、これ良くない違う写真差し替えしてくださいとかそういうことばっかりで,で今までいろんな、まあ、ほとんど女の人のバンドでしょ多分1回だけで何も注文来なかったでそれはハイマー r というバンドとベ a b y s h a k e ありがとうございますハイマー r ベイビーシェイクス、t h a n k y o u v e r y m u c h 仕事簡単です いいこういう,こう,いう形でビデオを作るバンドがサウンドチェックの時に私たちが15分ぐらいの時間もらってで同じ曲3回撮影するで1回目は私はあのカメラはギターマンです2回目はドラマ3回目はベースとかそして、えっと、ビデオの人が、えっと、違う場所を撮影する。 ライブにも、えー、と大体2カメラとか3カメラでライブをと撮ってるんでそのあとは全部それを混ぜて、えー、とちゃんとのビデオ作りたいだから、えー、とリハーサルの前ではあまりバンドは言えることはないんですよだから大体のバンドはリハーサルに来るん 時にちょっと遅れてるんで急いで急いでステージに行って設定するからそっちの方が一番楽ですこれいいアドバイスあのビデオ作りたい人のためにこのビデオはすごいいいアドバイスと思いますない全然ないエコンテがあったのはある女の人のバンドのビデオで、えっと、もう50万ビューぐらいあるそのエ,エコンテーっていうかもう、まあ、本当に1枚の紙で こういうことこういうことですとかでモンキーズのテレビ番組のエンディングテーマのモデルでビデオを作りました大体いい、えっと、バンドとあの交渉する時にじゃあ何の曲作ってほしいとか言うで,で送ってくださいでそれで私が何回もリスンするとで,できればなんかイメージとかこういうイメージとかこういうスタイルで いいと思うで私は別にそのことをカメラマンに言わなくてもいいんです。えっと、編集の時に言うよ。さっきの話、あのバンドは一番言われたのは、The、50回転、50回転、50回転のビデオ、えー、11時55分のビデオ、すごい,い,いビデオで、それは50回転がこういうスタイル、こういうスタイルにやりたいで、ビデオ撮影。 撮ってくださいと言われました「50回転ズ」は本当に「50回転ズ」のビデオを撮った時に私は本当に自分の人生の夢の一つできたんでだからあの本当に「50回転ズ」が最初に出た時にこんなあのロックバンドは本当に素晴らしい最高の1番バンド絶対アメリカでヒットできると思いました。でもう一つあの えっと、50回転だけじゃなくて、えー、The Neat Beats ne at Be の,のビデオを作ってないと思うけど映画作りましたんで、えー、と Ghost RoadsGhost Roads の中のビデオとかと撮ってるんで、えー、すごい良、えー、かったですねあっ Amazon プライムにあると思うえっ、ー、と、うん、とにかく Amazon プライムにアップしてあるんです <laughs> DVD、DVD、なんだっけ、Blu-ray、発売してると思う。マイク・ロジュース賞絶対お願いします。聞いてください。この下に、えっと、リンクがあるんで、WFMU、アメリカの本当に一番有名な放送局の一つ、そして、えっと、LoveFM76.1、そして、ヨーロッパにある RadioLux。よろしくお願いします。